乱後7年、皇女は突然死ぬ。自害だったろうと思われるが、薄幸な生涯を暗示するかのように、皇女の伊勢三宮の閉じ、吹きの閉じが川の中の神聖な石にかけて皇女の寿を祈っている。武市はこの統治を密かに慕った。異母系とはいえ、夫の首を挙げた将軍の求愛は統治を苦しめたれであろう。武市は長く拒否しつつ、しかし愛しその果てに死んでいったらしい。統治の死を悲しんで武市は次の歌を作っている。